スマッチですが、うん、作りました。内側先頭を締められてというところでメイクでフリーを作って、ここを突いてますね、落ちてますよ。そうですね、富樫、じゃあこのゲームこの戻りは早く対応したいですよ。横浜ムーミーがリバウンドから、富樫あのシュート決めてきました。決めてきますね。そのまま赤フォワードのピックノに対してのファウルが重なりますが、フリーを作ってスリーポイント。そうですね、ちょっとフリースローがね、前半から、落ちてしまっているので、いやー、富樫決めていきます。対応はしたいですけど、富樫がここから打って決めていきます。もう一度リバウンド、これもファイブアウトから、富樫ここから打ってこれを決めてくる。ですからね、フリーファールがね、ない選手だと。そうですね、いや、もう完全にゾーンに入っています。リーグの方でもダブル勇気対決というふうに大きく盛り上げてもらっているので、まあ明日も少しでも先輩の意地を見せられるように頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございました。明日も頑張ってください。